どうもこんばんは。私は晩ご飯を食べます。それの準備をします。配信で食べるのはさすがに無理やから、ね、配信終わってから食べるようにお皿に盛ってる。よし。どうも、なんか暗ない？ハーフツイン、こねじりハーフツイン、よう見たらピンがぴょこんぴょこん出てんねんけど、気にせんといて。丁寧にやったらもっといける。朝早いから一部人来おへん。明日お話し会、明日はアンジュさんでか。なんかもう心理テスト全然時間なかった。スイカ、めっちゃ雨やったね。ね、アンジュさん可愛かったな。ちっちゃい時の写真、なんか何レンジャーか知らんけど、戦隊もの可愛すぎるやろ。で、昔の写真、あれ何のタイミングの写真よ。お湯2回かなんかかな。めっちゃ可愛い。面影あるよな。かわいい。アップナイン、アップナイン。え、ユニット変わったって1回だけやで。ウィンブルドン、ウィンブルドンの時もあれば、ツンデレの時もある。変わったってわけじゃない。いや、私もできればね、ウィンブルドンの方が着替えが楽やねん。ツンデレってなんか全て分かれてるからさ、あのハンガー4個くらいいるねんけど、ウィンブルドンは2個でいいんですよ、ハンガーが。あと、もう後ろファスナー1個で終わりやねん。からめっちゃ楽。そう、サングラスとかないから落ちる心配もなく踊れるし、ただ手袋つけてるからめっちゃマイク握っとかな落ちそうで怖いって、ウィンブルドンの初日で思った。で、他ウィンブルドンの利点、なんかくるくる回ったりあんませへんから、なんか落ちそうになることがない。競り上がってても、あ、競りって言うねんけど、あの快速の時に階段状になってたりするのとか、一部だけ上がってるのとかを競りって言うねんけど、まあ、調べて、あの伝統芸能とかの歌舞伎とかと一緒、競りって言うねんけど、あれが上がってても生きる。ツンデレって一瞬な、このセリない、一個のセリの中に収まったままくるんって回るのとかあんねん。あれな、行ける日はいけんねんけどな、ほんまにあかん日な、なんか落ちそうやねん。落ちひんけど、落ちたことないけど、思ってるより広いんやろうけど怖いねん、落ちそうで。だからウィンブルドンの方がいい。連続で出てたらね、ツンデレ怖い、落ちそう。とヒットとかやってる時に胸のなんかサングラスがペロンペロンってなって危ない、落ちる。そう、一回だけ落ちた、サングラスがな。
ぽいちゃんこれで最後やで、どうぞ。かわいい。おしまいもらいよ。プリ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 。おめめげんげん、おめめげんげん初めて聞いた。まつげげんげんは知ってるけど、おい調子なんだ。なんかまた下まつげ伸びてきたけどな、目頭がな抜けてんけど、また生えてきた。いや右がそんなに生えてきてない。痛かった。自己紹介で、初めて前半 MC の仕切りやったわ。ちょっとあの MC は入る隙間がなかったですね。何回も入ろうと思ってん、あのしおりさんが8期ばっかりやって言った時も私もそうやと思ってたから、その話になった時のために作ってた話も持っててんけど、それも入られへんくて、で話の話題話し始める時、あの今日は何の日ですかって言った時もせーのって言おうと思ってんけど入る隙間なくて、なんか全部考えてたの入られへんかったから悔しい。全部入られへんかった。やゆちゃんの話の後も入ろうと思ったけど入られんかった。なんかいっぱいあった、それあの MC 中に。え、ロッカーに、え、何それ、知らん、そんなこと言ってたの。下肢だと分かった、え、あの時点で。すごいな。なんかほんまは今日は何の日ですか、せーのでバラバラの答えが来ると予想して、そうですね、夏至ですね、みんな分かってましたね、すごいですねっていう予定やって、でほんまに夏至って返ってきたら、え、すごい、そんなほんまに答えてくれると思えへんかった、みんなもっとバラバラの答え返ってくると思ってたみたいな感じで話広げようと思ってんけど、まさかのせーのが言えなかった。まあ言えなかった時用にもまあまあ別に入れへんこともないけど。何分くらい始めたっけ。今日さ、マジキでさ、誕生日おめでとうって言ってた投稿にリプしてた、なんだって。そうだってもう X あれやもん、アカウント自分じゃないから見てないもん、コメント見たいけどめんどくさいもん。そうなんだね、いただきますね。見たいけどさ、なんかいちいち自分の名前検索してやんのめんどくさいわと思って。いや、エゴサはしてるけど、それ見て投稿のとこまで行ってってやるのめっちゃめんどくさいから、もうええわってなってる。ルームスのコメントも見たいけどまだできてない。あれなんなんやろな、バグ？ずっと前からじゃない、だいぶ前よな。狭そうだなと思って見てる。待ってな、今私が何の話してたかを忘れた。何の話してたっけ。狭そうだな。X のコメントの話して、その前後なんか言ったっけ。わからん、もういいや。ぽっちゃんかわいいね。今日なんか目丸ない？リップの色これくらいが好き。ああ、8期とお出かけして疲れた。めっちゃ楽しかったんけど、めっちゃ楽しかったんけど、普段運動しなさすぎて公園以外
だからいつも使わん筋肉を使いすぎて疲れた。最後列全然見えてんで、逆に前の方が見てないかも。いや座ったら見えるけど最前見てない逆に。なんかな、ほんまに最近なあれやねん、なんかふらつく。多分暑さに弱いねん私、元からなんか代謝が良すぎんのかして、なんかめっちゃ暑いの苦手やねん。だからめっちゃふらつくから下向かれへんねん。下向いたらバランス崩れんねん。バレエの時もそうやってんけど、なんか若干上目見といた方が止まりやすかったから、自分はなんか若干上目見といた方が止まりやすかったから自分はだからもう前しか向かお、21分から続いてる。充電が切れました、すいません。充電がね 1% で生きてます。そうですよ、青春が一番しんどい。何映画しか経験してないけど、余裕で。でも楽しい。昨日初めてゆいなさんにあのサングラスのこしょこしょ話やった。いつもケイトさんと坂田やからさ、そう 毎度毎度同じ人やったらさ、ちょっとさネタが尽きてくるんよ。けど今日はゆいなさん初めてやったから、いつもありがとうございますって言った。あ、でそうリップの話、こんくらいの色が好き、スイカくらいじゃない。今目についたからスイカくらいじゃない。若干こっちのがオレンジか。はじめまして。え、こんぐらいでプルンってしてんのが可愛いと思うねんけどな。お母さんはもうちょっと濃いのが好きでした。うん、別に全然前からあった、なんならもらった、だいぶ前に、だいぶ前にもらって、あーでこの前お誕生日プレゼントでアミちゃんがくれた、あの8期の方のアミちゃんがくれたリップが可愛いから使った。今日めっちゃ可愛い。でもそれは色なしやねん。ちょうどな色なしのな、プルプルのな、なんかなんていうん、ブルンってするやつが欲しかったの。だからすごいかわいい、プルプルって感じ。でも公演の時はなんかムチってしてる方が取れにくいから、ムチってした方やってる。11時受付の支払いが今日中、みんな行きます詐欺やったらあかんで。行きますよーって言っといて支払いやらんとこうへんとかないからな。12時が27から28。あ、そうかそっかそっか、なんか勘違いしてたわ。おもろ、なんか次の週までやってたわ。なんでやろ。ルームス、え、もう送ったけどまだ上がってない。楽しかったです。動画と写真を大量に撮ったので、私の分は送りましたが、みんなから送られてくるかどうかわからないので、それ次第で量が変わってきます。あ、送られてる、ルームス、よかった。めっちゃ配信中に背中かくやん。え、これ15分経ったよな、出てたけどいける。ええか、よし。え、めっちゃ丸ない目今日。目丸い方が好き。涙袋かな。13位、まきこさんありがとうございます。12位、やすさんありがとうございます。
11位トミーダスさんありがとうございます。11位、あれ10位、ふまほう10位、マチカネクキタルさんありがとうございます。9位リュウさんありがとうございます。8位セイくんさんありがとうございます。7位ゴーシュさんありがとうございます。6位アラケンチョビさんありがとうございます。5位スマタンさんありがとうございます。4位スゾさんありがとうございます。2位タカシさん、あれちゃ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 、3位サトくんさんありがとうございます。2位タカシさんありがとうございます。1位伊達ちゃんさんありがとうございます。よし、ありがとうございました。メガ好きよう言われる。チャームポイントどこだと思いますかって聞いたら目って言われるか、黒髪が似合ってるところって言われた。んなもん誰でも似合うわ。明日はよろしく、来てくれるの、やったアンジュさんの話、あそっかアンジュさんでやからか、大量に話しような。髪染めないよ、黒髪だよ、黒髪派だよ。いや若干やったら茶色くてもいいと思うけど、基本黒かな、あんまり染める気ない、まだ若いし。まあ年齢がなそれなりに上がってったら染めるかもしれんけど、今のところは安泰やから安心して。その辺さよなら、間に合ったら行きますねやって。ああそういう人か、時間にルーズな人か、私はそういう人ちょっとな苦手やな。ちゃんと時間守ってくれる人じゃないとな、約束とかもできんしな。やっぱりそういう人は信頼ないよな、朝からちゃんと来てくれる人しかな、無理よな。アンジュさんゲームとは何ですか。アンジュさんの好きなところをただひたすらに説明する。仕事や言いましたよ、あらお仕事ですか、かわいそうに。頑張ってください。日曜日大変やね。まあ待って、土日や、私もそういえば仕事っていう部類に入るのか、言い方あるんやけど、な一緒や、頑張ろう明日。集合時間10分15分前やけど、私は緊張したら2時間前くらいに行っちゃうけど、だから私は早く行かないようにしようって心がけて言ってる。10分15分前に着けたら一番ベストかなと思って、で結局30分前とかに着くね。早すぎ。さよなら。今日ねじりハーフツイめっちゃ苦戦した、で結局ちょっといがんでる。あ今日もしおりさんの髪の毛なやってんで、嬉しい。私頼ってもらうん好きやからさ、やってって言われるのめっちゃ嬉しい。人の髪の毛ちょっと苦手なんやけど、嬉しい、めっちゃ嬉しいって言ってたって言っといて、全力で喜んでたって。今ちょっと疲れててテンション低いけど、めっちゃ喜んでたって言っといてな、超喜んでたって。インスタに返した、やった嬉しい。あめっちゃ喜んでる、ちょっと眠いねん楽しかった今日。さよなら。